戦となった戦いは、1984年、85年、国鉄分割民営化10万人踏切反対闘争であった。国鉄の最大組合であった国労は、民営化攻撃によって4年間で22万4千人から4万4千人まで減少した。13万人の国鉄労働者が職場を追われた。また、当時の首相中曽根は、総評を潰すために国鉄労働運動を潰すことが民営化の目的だったと後に公言した。この民営化は十数万人の国鉄労働者を解雇し、その権利を破壊するだけでなく、労働運動を解体するために仕組まれた国家的不当労働行為であった。道路千葉は全ての労働者の未来と労働運動の存亡をかけ、1985年11月第1ハスト、1986年2月第2ハストを中心とした組織を挙げた戦いに立ち上がった。国鉄分割民営化に反対した国鉄労働者の唯一のストライキであった。警察権力は首都拠点職場を1万名の機動隊員で包囲するという弾圧体制を取った。国鉄当局は組合員宅にストに参加すれば全員解雇という前代未聞のスト禁止令を送りつけた。全ての国鉄労働者に選択が迫られた。どんな困難があっても戦いに決起し、敵の攻撃を跳ね返して団結を守るのか、仲間同士が自分の食い引きをめぐって醜い蹴落とし合いを演じて奴隷の群れとなるのか。スト突入過程には様々な悩みがあり、ためらいがあった。自分だけは3人に1人になりたくないという組合も当然いた。うちの父ちゃんだけはストから外してくれと訴える家族もいた。当局は国鉄組合員に人破りの強要を開始した。職場に緊張が走り、行き詰まる攻防が続いた。10名をはじめとする119名の不当処分である。2月15日、道路千葉は第2波の24時間ストライキに立ち上がった。日本中の労働者はこれだけの不当処分を受けて、道路千葉がこれからいかなる道を歩むのかと注目していた。第1波闘争に際し、飛んで火にいる夏の虫といった国鉄当局や権力は、道路千葉ももはやこれまでという思惑を込めて徹底した弾圧を加えた。しかし道路千葉の構えは、たとえどんなことがあろうとも食らいついて戦い抜くことを通して絶対に団結を守り抜くというものであった。第二波ストはいわばその不動の決意表明であった。3月14日、国鉄当局は第二波ストに対して解雇8名を含む272名の大量不当処分を通告。18日には先の第一波ストに対する3600万円に及ぶスト損害賠償請求訴訟を提出した。道路千葉は分割民営化と戦ったがゆえに団結を維持し、民営化された JR に乗り込んでさらに戦いを継続することに成功した。道路千葉では拡大執行委員会が持たれていた。我々はこの戦いを通して労働者が本当にやはり団結していくということの意味を、学び取りました。今我々の職場では全員が一人も落語することなく戦いに勝ち上がることを通して作り上げた大きな労働者としての連帯感を獲得しております。もう一つの問題は
正しく戦えば確実に大きな情勢を切ることができるんだということを、この戦いを通して我々は獲得したわけであります。我々はこの千葉の地で立証したわけであります。まさしく千葉を起点にして両軍の火のごとく、この戦いが全国を席巻するときに我々は勝利を、このことを我々は最後まで完璧しなければ。分割民営化から1年、28人の解雇、12人の JR 不採用、生産事業団送り、凄まじい配点攻撃、処分の連発、 JR 体制の激しい組織破壊攻撃に道路市場の労働者は苦しみながらも反撃に立ち上がった。道路市場は88年4月の第14回臨時大会で長期波状ストを持って戦う方針を決定した。家族会も戦いの一翼を担った。100人近くの組合員は人材活用センターという名の収容所に送られ、さらに駅の売店、蕎麦屋、無人駅のゴミ拾いに強制配点された。戦いの焦点は強制配点問題であった。理不尽極まる不当労働行為に対する職場からの反撃を開始した。長期波状ストの過程は、役員活動家のほとんど全てが解雇され配点された現場で、さまざまな苦労を重ねながら新たな組織体制を作り上げていく過程でもある。一方、運転職場では職場の力関係は圧倒的に道路市場が制圧していた。職場の職制はたとえ区長室であろうと安心していることのできる場所はなかった。1989年12月5日、JR 発足後初めての運転手を対象にした24時間ストに立ち上がった。このストは、前年12月に起きた列車衝突による運転手の死亡事故1周年を期した抗議ストとして打ち抜かれた。90年3月には、解雇撤回を掲げ、凄まじいスト圧殺体制を打ち破り、84時間ストをぶち抜いた。民営化反対ストから10年目の1994年4月、激しい戦いを打ち抜き、道路市場は分割民営化反対ストで解雇された28名全員の解雇撤回を実現した。現在は国鉄の民営化が強行された際に JR への採用を拒否されて解雇された1047名の国鉄労働者の解雇撤回闘争が継続している。3つの教訓。民営化攻撃に中間の道はない。二者択一が迫られたら左を選択すること。あくまで原則を貫くこと。指導部が団結して戦いの先頭に立てば必ず組合員はついてくる。そして最後に、団結を一切の総括軸にして戦うこと。確かにストをやっても何も勝ち取れないことがほとんどだった。しかし戦って団結することによってのみ展望は切り開かれる。